青コーナーより柴田勝頼入場。さあ、熱きヤングライオン柴田勝頼が入場であります。赤コーナーより井上渉入場。さあ、炎のヤングライオン井上渉が入ってまいりました。スペシャルシングルマッチ20分一本勝負を行います。柴田、青コーナー181センチ96キロ、柴田勝頼。柴田、赤コーナー180センチ98キロ、井上わたる。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、倒してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。させません。ドロップキックを放ってまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。掴みます。あっと、エルボー、蹴りを見舞ってまいります。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。逆に返します。乾いた音が館内に響きます。26歳でデビューというやや遅咲きの初陣でありました。この井上渉、リングで壁にぶつかっていく姿を見てほしい。そしてその壁は必ず越えていくと話す井上。時代を支えるヤングライオンは着実に成長してまいります。引き起こします。腕を回します。このあたり決まり具合いかがですか。本命はまだ入ってませんね。行くのか。リング上は万字固めの体勢。組みに行きます。投げてまいります。コーナーに登る。決まり具合いかがですか。これは上がって決まってますよ。打ってる方も詰まってますよ。はい、ロープに飛ばした。エルボーを入れていく。エルボー強烈、絞り上げる強烈。
体を躍動させる。その声援に後押しされるかのように入場してまいります。赤コーナーより真壁慎也入場。闘魂ヤングライオン真壁慎也が入場してまいります。真壁ウルフ、スペシャルシングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー183センチ110キロ、ブルーウルフ。赤コーナー181センチ110キロ、真壁慎也。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、組に行きます。フライングメイヤー、この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。あ、そうですか。組み合います。ロープに引った、ドロップキックを放ってまいります。
行くのか。逆に振り返した。ロックアップ。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。受けてまいります。パンチで返します。行くのか。もはやもうヤングライオンという枠でくくるわけにはいきません。この真壁慎也、新日ジュニアに真壁ありという現在、同期でもありますあの藤田和之の存在はこの男の走魂を燃え上がらせる要因になっているのは言うまでもないでしょう。フロントからのキック。掴んだ。ハンマーを振り下ろします。蹴りを見舞ってまいります。倒してまいります。ストンピングです。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターでぶん投げます。ドロップキックであります。やっと腰を落とします。させません。外してまいります。掴みます。パンチを打ち込んでまいります。組み合います。ロープに引いてフロントから取り投げ組みに投げてまいります。抱えます。このあたり切り返しいかがですか。今のはうまかったですね。組みに行きます。コーナーに振った。いきます。ロックアップ。逆に振り返してランニングしたらエルボー。行くのか。耐えます。キックを打っていきます。わーっと後ろに落としていった。リングに戻ります。ロープに振って行けるか。ロープに振った。あっとエルボー。これはもう精神力で打ってますね。そうですね。ガチッと組み合った。コーナーに振った。ラリアット振り倒し、ガチッと組み合った。おっとそのまま後ろに落としていった。さあがっちり入ったぞ。これは決まってますね。すごい音がした。正面から投げを見舞った。抱き起こす。エルボーで切り返す。ドロップキック強烈。フロントキック。バッと投げていった。いけるか。ボディスラムで投げつける。そのまま体が固め。カウント2で返します。足を取った。そのまま締め上げる。ハンマーパンチ強烈。逆エビで一気に反り上げる。
シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー180センチ99キロ、アキラ。赤コーナー173センチ95キロ、ナルセマサユキ。アキラ、ナルセ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。
ハンマーを振り下ろします。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。顔面に想定を見舞います。組みに行きます。倒してまいります。リング下に降ります。リング下に降ります。そのまま倒してまいります。リング内に戻ります。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。組み合います。ロープに引いて、鋭いパンチ&キックといった打撃に関してはスペシャリストであります。この男、その一発 KO の可能性のある一連の打撃攻撃はまさに脅威の的であります。さあ、今宵も打撃の嵐が吹き荒れるのでありましょうか。掴みます。ストマックに突き刺さります。腰を落とします。フロントからのキック、掴んだ、強烈に打ち込みます。足を抱えます。ノーキック、蹴りを見舞ってまいります。掴んだ、ストマックを狙ってまいります。起こしてまいります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。鋭いキックです。行くのか。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。組みに行きます。コーナーに振った、キックで返します。掴みます。お気味のいいコンビネーションだ。さあ、粘着質激しいこのサブミッション、いかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。キックを打ってまいります。体を預ける。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。止め止めになりましたよ。もう一度に響いたか。ストッピングを叩き込む。ブロックした。首根っこを掴んだ。パンチのラッシュ。カウントは入る。岸壁の母の胸に抱かれました。組み合った、ここで持っていくのか。キックの顔面を蹴られる。10分経過、10ミリファー、腕を回した、蹴っていった、いけるか。フロントキック。
ンナーパンチ強烈、組み合ったバーッと倒していった、抱えた、プレーパスターで投げつける、バッと逆に腕を取った、完璧にたどり着きました、足を抱えた、キャッチング が一つになってまいります。赤コーナーより重心サンダーライガー田中実入場。雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。ミノルさん、スペシャルタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180cm 96kg ジャドー、174cm 90kg ゲドー、ゲドー、赤コーナー170cm 95kg 重心サンダーライガー、175cm 90kg 田中実入、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。リストを固めてまいります。ロープに逃れます。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。ロックアップ、逆に振り返した、カウンターで返します、組み合います、ボディースラムです、
字固めであります。ロープブレイクであります。組みに行きます。逆に振り返してリング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。エルボー、ここでタッチです。スーパーボンで入っていった。あこの辺りでちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。逆水平行くのか。こういう技を見てても受け身を取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれないけど、レスラーは受け身の練習を嫌というほどやってますからね。そうですよね。本当にレスラーは日々の努力と言いますが練習をよくしますもんね。そうですね。フロントからのキックスイッチしてまいります。組み合います。コーナーに振った。汗がミストとなって飛び散ります。ロックアップ、ロープに飛ばした。あっとエルボー、蹴りを見舞ってまいります。やってまいります。行くのか。コーナーに振ってカウンターであります。スイッチしてまいります。逆水平を打っていきます。組みに行きます。ロープに振った。に取ります。ハンマーを落としてまいります。行くのか。逆に振り返した。巻き投げてまいります。組み合います。アップを返します。メキシカン式の締めを見せてまいります。ロックアップ、ロー打ってまいります。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。キックを打っていきます。ここでタッチです。腕攻めに転じます。腕を取ります。腕を狙ってまいります。組みに行きます。切り返します。してまいります。ダブルで食らっていった。掴んだ。頭突きを打ち込みます。合体してのパワーバーン。リング内に戻ります。
行くのか。逆に振り返してカウンターで切り返してまいります。膝十字固めに持ってまいります。腰を落とします。ハンマーを振り下ろします。組み合います。バックブリーカーで落としてまいります。にわかに館内の温度が上昇してまいります。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。膝を狙ってまいります。タックルぶちかわし、あっとうまく切り返した。ショーダータックル投げ倒し、そのまま足を取った。耐えました。ピッコルシャーパワーボムでカウント2。15分経過、5分経過。ガチッと組み合った、ロープに振った、擦り手を回した。
にはさせません。おっと外した、腕を取った、腕を壊しに行った。入場。
リング上は男たちの姿を待ちます。まさに大観衆の高鳴る鼓動が聞こえてまいります。スペシャルタッグマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー、175センチ、108キロ、ヒーロー斉藤。180センチ、90キロ、金本浩二。赤コーナー、186センチ、105キロ、西村おさむ。180センチ、95キロ、柿原まさひと。今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。ロックアップ、倒してまいります。腕を取ります。エルボー、足を抱えます。させません。組みに行きます。投げてまいります。腕を捉えます。肘を打ち込んでまいります。蹴ってまいります。組み合います。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。行くのか、グラウンドに持っていきます。掴んだ、いやらしい攻めを見せてまいります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。ここでタッチです。ロックアップ。こういった投げ技っていうのはね、一歩間違えば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングっていうものを感覚的に覚えてるんですよ。ああ、なるほど。足を取ります。打たせません。腕をフックします。2位を突き上げます。行くのか、そのまま倒してまいります。逆に返します。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。組みに行きます。そのまま投げてまいります。スタンディングを取らせます。ブレーンバスターで投げ捨てます。ローを打ってまいります。ブレーンバスター高速で投げてまいります。組みに行きます。強烈であります。 DDT、 キック攻撃を見舞ってまいります。張ってまいります。キックを打ってまいります。スイッチしてまいります。
レーンバスターに取りま耐えます。簡単にはいきません。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。乾いた音が館内に響きます。膝へのキックです。キャプチード、ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。アップ倒します。小脇に抱えます。アッとエルボー、ダブルで決めていった。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合いですね。いい攻めですよ、ね、ギロチンドロップ、行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。掴みます。エルボーをかち上げます。10分経過、10ミニットパー。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。そうですか。ローキック、逆に振り返した。キックで返します。ロックアップ、対角線に飛ばした。ドロップキックを放ってまいります。やった、足を取ります。打たせません。で参ります。組みに行きます。ロープに振った。フロントからのキック、鋭いキックです。組み合います。さあ、まさに技の絵巻を見るような佇まいであります。バックドロップの体勢、それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。行くのか、すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。蹴りをぶち込みます。組みに行きます。正面から投げを見舞った。ここでタッチだ。
前に降りる。足を取った。バックに回った。あーっと、万事がため、リングに戻ります。リングに戻ります。ガテッと組み合った。ロープに振った。コブラの毒が回ってきたぞ。ここでスイッチ。締め上げていく。
きついと思いますよ。はい、バーッと倒していった。奥歯を噛みしめた。脳天空打ち、パイルドライバー。全体重を落としていった。いけるか。あとグラウンドに持っていった。マックリマ、マンチががっちりと決まったぞ。完璧にたどり着きました。青コーナーより天山広義、後藤達俊入場。遠雷のような地響き、戦車の闘志に火が灯る瞬間であります。赤コーナーより佐々木健介、飯塚隆入場。異様な雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。天山、スペシャルタッグマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー183センチ、115キロ、天山広義。180センチ、115キロ、後藤達俊。赤コーナー180センチ、115キロ、佐々木健介。181センチ、105キロ、飯塚隆。運命のゴングが打ち鳴らされました。実況席には山崎さんをお呼びしています。両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしと感じますからね。抱えます。ストバックを狙ってまいります。組み合います。逆に振り返して行くのか、ロープに引った、ドライアップ、ロックアップ、ボディスラムです。フロントからのキック、フライングメイヤー。
絞り上げてまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。掴んだ、ヘッドバット、首筋へのチョップです。スイッチしてまいります。蹴りを見舞ってまいります。テイクダウンを奪います。蹴ってまいります。キックで返します。組みに行きます。逆に振り返した、あっと後ろに投げてまいります。ストンピングです。腕をフックします。エルボーを入れていきます。腰を落とします。ハンマーを振り下ろします。掴みます。ヘッドを打ってまいります。組み合います。このあたり決まり具合いかがですか。この上はまだ入ってませんね。掴んだ、ラフ殺法に転じます。掴みます。させません。を打っていきます。ロックアップ、ボディスラムで叩きつけます。行くのか、ボディスラム。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。参ります。ブレンバスターに取ります。キックを打っていきます。腕を回します。耐えます。振りほどきます。フロントからのキック、ボディスラム。行くのか、ボディスラムです。鉄拳を見舞います。蹴ってまいります。乾いた音が館内に響きます。リング下に降ります。ロックアップ、ボディスラムで叩きつけます。10分経過、10ミニット組みに行きます。逆一本、リング内に戻ります。リング内に戻ります。ここでタッチです。蹴りを見舞ってまいります。逆に振り返して、ドラッキックを見舞ってまいります。エルボー、パンチを打ち込んでまいります。そのまま腕を決めていきます。腰を落とします。乾いた音が館内に響きます。行くのか、
棒、組み合います。逆に振り返した。ロックアップ、ロープに飛ばした。スリーパー、落とした。バックホールド、スリーパーホールドに入ります。ロープブレイクであります。ビクトル9からグラウンドに持っていきます。ロープに逃れます。足を取ります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね。泣き言言ってられませんよ。そうですよね。バックに回ります。長田ロックに移行してまいります。足を決めてまいります。ロープブレイクであります。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。振り下ろします。そのまま膝を決めていきます。スイッチしてまいります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。リング上はキャメルクラッチの体勢です。立ってまいります。倒してまいります。タイな力で締め上げてまいります。ガードします。腕を回します。今のスープレックスなんですが、なかなかへそが投げてますよ。スープレックスはへそに乗っけるように投げないとダメですからね。そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。リング上は担ぎ方の体勢です。バックを取って、さあがっちり決まった。これは苦しい。
ランナーを振りかざす。耐えました。さあタッチ。ガジェット組み合った、対角線に飛ばした。学ぶ入場。さあマッスルヘラクレス、野人中西学ぶが入ってまいりました。飛龍藤波辰巳入場。
ゴンが懐かしいテーマで入場です。ものすごいドラゴンコール。高西藤波スペシャルシングルマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー186センチ120キロ、中西まなぶ。赤コーナー184センチ105キロ、藤波立浪。中西木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。腕をフックします。蹴ってまいります。行くのか、逆に振り返して水車の要領で落としてまいります。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。ボディースラム、ロックアップ、逆に振り返した。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。逆水平を打っていきます。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。パンチを打ち込んでまいります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。足を抱えます。足攻めに転じます。ドロップキックであります。逆水平、チョップが唸ってまいります。フロントからのキック、逆に投げてまいります。組みに行きます。投げてまいります。このあたり決まり具合いかがですか？これはまだ入ってませんね。腰を落とします。人間風車ダブルアームスープレックス。フロントからのキック、行くのか。フライングメイヤーで倒します。スリーパーで締め上げます。ロープに逃れます。ローキック、腰を落とします。乾いた音が館内に響きます。カウント2つで返してまいります。キックを打っていきます。蹴りを見舞ってまいります。ダブルアームで抜けていった。コーナーに振った。ストンピングを叩く。
抑え込んで、いけるか、対角線に飛ばした、あっと、堤防、もうレッドゾーン入ってますね、もうここまで来ると気持ちよってますよ、はい、フロントに捉えた、エアハッグ状態、そのままフロントスープレックス、バックに回った、危ない、ノートンクルーだか、そのまま腕を決めていった、ロープブレイク、ロープブレイク、キック、いけるか、投げていった、スリーパーホールド、ガンビーの母の胸に抱かれました、組み合った、そのまま締め上げる、ハンガーを落としていく、バックを取った、クロープ気味のジャースープレックス、ガチッと組み合った、コブラが締め上げていく、
成されました。今2つの魂が1つになってまいります。スペシャルタッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー183センチ、108キロ、永田裕二。180センチ、125キロ、吉江裕太。赤コーナー186センチ、108キロ、長野正弘。188センチ、150キロ、スコットノートン。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。強烈に打ち込みます。ロックアップ、そのまま倒してまいります。ローキック、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。背後から裏アキレス腱固めの体勢です。行くのか、逆に振り返してカウンターで返します。組み合います。逆に返します。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩を撒いたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。掴んだ、パンチを打ち込んでまいります。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロープに逃れます。蹴ってまいります。ロックアップ、テイクダウンを奪います。投げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。乾いた音が館内に響きます。ラリアット抱えます。ボディースラムです。キック、ここでタッチです。合体してのパワーバーン。キックを打っていきます。フライングメイヤー。こういうペースの持っていき方うまいですよね。これで完全にペースを持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。キックを打っていきます。行くのか、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振り下ろします。ブレーンバスターに取ります。ブレーンバスター高速で投げてまいります。バックドロップ、打たせません。
小脇に抱えます。さあバックドロップだ。いやらしい攻めを見せてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。組み合います。逆に倒します。組みに行きます。投げてまいります。スリーパーで締め上げます。ロックアップ、ボディースラム、ストンピングです。掴みます。ハンマーを振り下ろします。掴んだ。キックを打ってまいります。にわかに館内の温度が上昇してまいります。ローを打ち込みます。させません。蹴りを見舞ってまいります。ローを打ってまいります。あっと、そのまま倒します。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。あっと、逆に切り返した。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされてきついですよね。スタミナをロスするわけですね。フロントからのキック、ロープに引いて、乾いた音が館内に響きます。技をかけてもこうやって交代しますからね。面白いですよね。本当にそうですね。あっと、エルボです。ロープブレイクであります。蹴ってまいります。腰を落とします。アイアングルを立たせていく。首をかっ切るのか。強烈が来る。
心の連携が冴え渡る。組み合った、ロープに振った、顔面蹴り上げる、ストッピングを叩き込む、エクスプロイダー、いける、打たせない、このポーズ、
奥歯をかみしめた。